今日は珍しい回なんですけれども、月嫌いと言いまして、わーすごい珍しい貝になるんですけれども、ホタテと同じような、ね、種類になるわけなんですが、月のようでこっちの方がお日様みたいな色だから月日貝というような貝になります。こちらの方を網焼きにしていきたいと思います。はい、そしたらこういったホタテと同じですね、開け方は。今日はこういってこの牡蠣を開ける、ナイフでやるんですけれども、普通のナイフでやっていただいて大丈夫です。この見えるかな、ちょっとこれ見えるんですけど、ここくっついてるんですね。くっついてるところを取りたいので、膨らんでる方を下にしてもらって、ここに吸わせて入れていきます。そうするとこういう風にパカッとすごい簡単に開くんで、ホタテよりこれの方が簡単かな。はい、できました。で、生で食べる場合はこれを全部剥がして洗っていかなきゃいけないんですけども、今日は焼くので、この部分、これはホタテも一緒なんですけど、この黒いところ、ここだけが食べれないところになるんですね。ここだけを取って、はい、こんな風にできました。これ、こちらの方が男の子、こちらのが女の子になります。これを焼いていきます。弱火でつけますね。この上にも乗せます。で、バターと油、好きな方はこれに お酒とかをかけてください。ちょっとお皿が美味しい。今日飲んじゃいましたけど、パンを浸して食べてもいいかもしれないですね。こちらの女の子の方もいただきます。女の子の方がちょっと味が濃いような気がしますかね。美味しかった。もうペロッといっちゃいました。本日もどうもありがとうございました。また見てください。